はい、ということで今日も水曜日の9時がやってきましたよ、立原さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もいろいろべしゃっていきましょうかね。はい。さあ、この1週間なんか終わりになりました？この1週間はね、めちゃくちゃ忙しいんだけど、はい、何が忙しいって、物探しで忙しい。物探し、何ですか、なくすんですか、何かを。あのね、うん、大掃除をしたのさ。おお、言ってましたよね、ずっとやり続けてるみたいなね。そうそう。で、たまたまね、その旦那さんがいるときに、はい、大きいものって私動かせないから、うんうんうん、ベッドを動かしてもらった、ソファーベッド。はい。ね、でかいから、うん、それどかして、下にいっぱいこういろんなものがはまってるもんだね。うん。スリッパが入ってたりさ、なんかよくわかんない、あの紙袋入ってたりさ、うん。で、まあ片付けようっていうので、綺麗に片付けて、向き変えてもらってってやって、物を動かしたら、刺繍の本が一冊ないのよ。うん。あれどこ行っちゃったんだろうって。で、捨てちゃったんじゃないのとか言われたんだけど、うん、あの、ゴミの中には入ってなくて、なくしちゃいけない。なくしちゃいけないから、絶対忘れないところに入れようって入れて忘れたっていうね。うんうんうん。そこからね、いろんなことがちょっとあって、こう、自分を振り返ると、なんか最近いろんなものをね、忘れていくな、なくすなっていうのがあって、今日もまた探し物をしてたんだけど、寄る年波には勝てないってこういうことかな、とかね。うん。まあ、仕方ないですよね。うん、人間は、人間は老いていく生き物ですからね。そうそうそう。うん、で最後の悪あがきをしようぜということで、はい。囲碁の番組を見始まったわよ、私。あら、そうなんですね。うん。NHK とかですか？違う違う。え？ YouTube？うん、あの、中国ドラマでね。中国どうか、うん、中国ドラマって、宮廷ドラマっていうのは、英、うんうん、楽もそうだし、はい、あの、いろんな場面の中で、みんな、あの、お妃たち暇だから、囲碁を打つのよ、うん。で、あの、ジュニアに聞いたのよ。あのさ、って昔の宮廷のこういう物語って刺繍してるかさ、囲碁打ってるよねって。うん、で、なんであんなに囲碁にさ、夢中になってやってんだろうねって聞いたら、囲碁っていうのは戦略だからだよって、うん。自分の生き方とか、相手がどう動くか、どういうことで足を引っ張ってくるか、どうしたら勝てるか、どうしたら守れるかっていうのを、あの囲碁の中から学んでるんだよっていうのを聞いたのよ。はい。うん。で、ルールは、まあ、あの、陣取りだっていうのは分かってたんだけど、で実際どんなものなのかっていうのを、ちょっと入門編みたいなね、うん、やつがあって、その入門編で、本当に、9目、ちっちゃい方、初心者がやる。うん、9目の方で見たら、白と黒で、黒が1個多くって、で、こうやって、ああやって、これはやっちゃいけない、これはやってもいいんだっていう、サクッと簡単な部分だけ見て、で、竜王戦かなんかやってたのかな？竜王戦は将棋じゃないですか？あの、違うの。あの、囲碁の世界の中でも、なんとか王戦ってあるのよ。うん。7段、8段とかって来ると。でも竜王じゃないでしょ？なんかその、大会的なってこと？そうそうそう。うん、はいはいはい。で、それを見てて、まさかね、19目あるから、何やってんのかわかんないんだけど、うん。でも、片側の小さいエリアで競っているのだけは、あ、こことここで活路を立って、こことここで活路を開く、ここでここで跳ねて、ここで寄せてっていうのが分かるようになると、へえ、面白いと思うようになった。で、やってみようかなと思って、タブレットで、あの、ゲームのやつをダウンロードしようと思ったらね、パスワード忘れてダウンロードできなかったっていうね。そこから？なんだろう。田島さん結構よく多いですよね。その、うん、ID とパスワード忘れるっていうのはね。忘れる。そこっていうね。それは Apple の ID を忘れたってことですか？タブレットの、
タブレットの中の、うん、なんだっけ、なんとかストアっていうやつの。アップル ID でしょ、だから。あ、そうか、アップル ID。アップル ID のパスワードを忘れたと。そうそうそう。で、メモしてあるから、うん、それかなと思って入れたんだけど、うん、で、それじゃないですって出てくるから、この野郎と思いながら、うん、もう、しょうがないからさ、もうまた番組見ながら、で、ああやってやってる、こうやってやってるって。この野郎って思いながら諦めたわけですね。ちょっとゲームはね。いや、そこ頑張らないと。いや、だったら。自分で身につかないですよ。ダウンロードできないからね。だったら実際、囲碁買っちゃった方が早くね。ええーうん。どうだろう。それ対戦相手いないと難しいでしょ？これがね、うん、中国ドラマでは本見ながら自分で一人でやってたよ。うんそれは割とそのやり慣れてる人はできるでしょうけど、初心者は難しいんじゃないですかね。難しいかな。うんまあ、ちょっとね、ゲームは後でジュニアちゃんにね、こうダウンロードしてもらうようにして、はい。やろうかな、はい。そうなんですね。うん、面白いね。将棋はね、わかんないね。あれ見てても。あ、そういう感じですか。将棋わかんない、うんわかんない。歩でしょう前進むでしょうこれなんでひっくり返るのとか。ひっくり返るのは相手の陣地入ってからですよ。はい。どこから陣地なのって。相手の陣地入ったらひっくり返りますよ。ああ。斜めに動くって、どれ斜めに動くのとかね。まあ、角ですね。結構難しいね、あれは、ね。銀とかもね。そうそうそう。まあ、だから、囲碁は戦略で、うん、将棋は戦術なんですよね。みたいだね。って言いますよね。だから、ああいうのをちょっとたしなむっていうのも風流だし、うん、大きいのは無理だから、初心者用のちっちゃいやつで、ちょっとちまちまこうね、ハサミ将棋ばりの勢いで、あ、ここ取って、ここがこうで、これがこうで、なんてできるようになったらちょっと楽しいな。頭の体操だね。まあそうですね。うん。うん。やっていきたいなってとこですかね。ちょっとね、将棋もそうだけど、囲碁って面白いなって思ったね。うん、見てても面白いし。なんかね。うん。それで頭使うことをいろいろやっていくと、うん。まあ後々いいでしょうね。うん、そうだね。うん、考える力はやっぱり衰えていくっていうのは、切実なる問題だからね。はい。まあ、囲碁を始められるということでね。うん。まあ、なかなか、こう、奥ゆかしい感じになってきましたね。ちょっとね。うん。うん。はい。じゃあ、そろそろ行きますか。他なんかあります？はい、あとは大丈夫かな。特にないですか？うん。はい、特にないってことでね。じゃあ、いろいろ、またいつものように質問を受けていきますか。今日はね、ちょっと立原さんにお伝えしなきゃいけないことがちょっと一個ありまして、はい。ニコニコ時代から YouTube に移ってきて、まあ6年ぐらい多分経てると思うんですけど、うん。なんかね、YouTube にもとうとうアンケート機能つきましたよ。アンケート？そう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 。アンケート機能がね、どうもついたらしくて、うん、これ月曜日に知ったんですけど、うん、立原さんから皆さんに質問することができるようになりますよ。で、それを、まあ、はいかいいえとかね、うん、なんか、飴好きとか、はいいいえとかね、そういう簡単なアンケートがね、とうとう YouTube にもやっと6年越しぐらいで実装されてるみたいなので、逆質問なんていうのもね、今後はできていきますよということで、うん、何か質問最初なんかありますか？とりあえず一発目やりませんか？一発目？今ね、今見に来てくれてる人219人ぐらいいるんですけど、ああ、ありがとうございます。立原さんがなんか皆さんに聞いてみたいこととかないですか？ね、うん。まあ年齢に関係なく、そうだな。自分の、これからの、まあ、やってみたい趣味の中で、そうだな、趣味の中で、簡単なのがいいな。
私は魚釣りが趣味なんだけど、釣りしてみたいと思う人。ちょっと待ってくださいね。釣りをしてみたいと思う人。うん。はいか家でいいですか？はいか家でよ。釣りやりたい。はい。いや、まあ興味ないな。ノーとかね。今もやってる人も含めていいですか？うん。はい、じゃあちょっとアンケート取ってみましょうかね。ドーン。来ました？来てない？来ましたね。釣りをこれからやってみたい人、今もやってる人含むっていう立原さんからの質問、よかったら答えてみてください。皆さんやってみたい 67% ですね。おー、やりたくない 47%、 半々近くなってきましたよ。え、もうそんなに簡単に出るの？うん、出てます出てます。こちらだよね。おー、うん、あんまりやってみたいとは思わない。これの本当接戦だな。今 51%、うん、あ、50変わったな、ちょっと 53%、うん、47% ぐらいになってるな。お、まあ、釣り興味あるかないかもこれ関係していきますね、ちょっとね。うん、うん、はい、あ、118票入ってますね。すごいね。うん、残りの110何人の人はちゃんと入れてくださいね、よかったらね。残り今だいたい100人ぐらいは入れてないですよ、まだね、うん、はい、釣りしてみたい、まあ、興味あるか興味ないかでもいいです、うん、やってみたい、 やりたくない、ね、やってみたくない、うん、そういうのを よかったら入れてみてください、はい、これでも半々だな、うん、釣りは。うーん、こうやって見えるんだ。見えますね。え、立原さんの画面でこれ見えてるんですか？この、はい、投票数。投票。やってみたい、やりたくない、投票数。投票数も見えてます？うん、136票って出てるよ。うん。うん、あれ？おかしいな。80人ぐらいは入れてないってことですか？ 80 人入れてください。うん、うん、へえ、そうなんですね、うん。あとはね、新しい機能としてチャットのところにね、うん、メンバーシップ入ってくれてる人は、派手なコメントを打てるようになってるらしいですよね。ああ。ちょっと派手派手しいコメントを書いてくれてる人が結構増えると思いますけど。なんかね、1ヶ月に1回だけ打てるそうです、この機能。あ、そうなの？そうそうそう。なんかね、こういうのもできるようになったみたいですね。まあでもニコニコでは6年前にできてたことですからね、こういうのもね。ああ。うん、それがやっとここでもできるようになると。なったってことですね。あ、これイエスノーでやれるとさ、うん、私タロットのやつやってるから、はいはいはい、こっちから質問して、これが正解、これが不正解とかってできるね。まあできますよね。うん、はい、残念ながら80人ぐらいの人が、うん、入れてくれないので、これでアンケート終了しましょうかね。はい。あ、だいたい 52% ぐらいがやりたい、うん。残りの人はそうでもないみたいな感じみたいですね。うん、でも、ほぼ半々ですね、これね。そうね。うん、まあ、これはちょっとお試しのね、質問だったからね。お試し的なね。うん、うん、あ、はい。ちゃんと終了しましたっていうのも出るんだね。出ますね、こういうふうにね。結果もね。おー、はい、まあ、立原さんをなんか聞いてみたいときにはぜひ活用していきましょうということですけれども、はいはい、とりあえずこういうのもやっておきましたよ、うん、はい、面白い。じゃあ質問の方いきましょうかね、はい、うーん、これいこうかな。先週関東で大きめな地震がありましたが、立原さんのところは大丈夫でしたか？あ、震度5とかでしたよね、うん、こっちはね4だったの。うん、ただ、キュンキュンっていう音がしてたので、はいはい。キュンキュン、ね。あれって思ったんだけど、うん、揺れ方が、地響きがしないで、来たので、うん、あ、これはまだいけるなと。うん。家族も誰も来てこないし、うちのお猫様も全然もう寝てて、うん。オカメインコだけが、あーってなっただけで、なんでもなかった。けど、玄関の鍵が落っこった。鍵？
うん、鍵かけてるやつが起こった。ちょっと待ってくださいね。単純にその鍵が落っこちたのか、ドアについてる鍵が落っこったのかってどっちですか？こういうこう、鍵フックってあるじゃないか、こういろんな鍵かけておく。ああ、それが落っこちたってことですね。あれが落っこった。ああ、びっくりした、びっくりした。だから、意外と読んで平気かなと思ったら、大きめの読んだったのね、うん。でも、あの時間皆さん寝てらっしゃるって早くないですか？早いのか。10時ぐらいとかじゃなかったでしたっけ？ 10時40分ぐらい。ぐらいですよね。早くないですか、うん、なんかその日はみんな寝てて、うん、私だけクラフトバンドをシコシコ作ってて、で、田代さん起きてたんですね。起きてて、うん、映画見てたの。ホラー映画見てて、うんうんうん、こう、クラフトバンドしながら、急にキュンキュン言い始まったから、うん、網目間違えて、うん、おいって感じだったんだけど、うん、でも、ちょっと危ないかな。いや、そうでもないかな。様子見ようってなって。もし、それがもう一回大きいの来たら起こそうと思ったんだけど、はい、で、テレビが、普通のにしたら、5?5? そんなって感じだったから、うん、大丈夫ですかってメールしたりしてた。ああ、そうなんですね。うん、はい、まあ、立花さんの方の状況はこんな感じだったみたいですよ。うん、大丈夫だった。ちなみに気になるのは何のホラー映画を見てたんですか？ホラー映画は、なんだっけな、外国の映画で、音を出しちゃいけないっていう。あ、クワイエットプレイスだ。あ、それそれそれ。新しいのも出たんですよね、2かなんかね。あ、そうなんだ。うん。うん。見てないですけど。うん、ワンは見ましたけどね。あれ見たんですね。うん。それで、あまりの最後のオチが、っていう終わり方だったので、うんうん、消化不良を起こしながら、うん。まあ、ちょっとまあ、2が出たんなら2に期待しようかな、じゃあ。うん、なんかアマゾンとかそういうとこでは見れるんじゃなかったっけな。違ったっけな。なんかね、2やるんだと思ってね。うん。気にかけてたのはあったんですけど、私もあんまり、まあ見なくてもいいかなっていう感覚にちょっとなってますけどもね。はい、そうなんだ。なんか怖さのベクトルが違うでしょ、あれ。違う。ねえ、違いますよね、うん。その、なんか全然違う。なんだろう、その、猟奇的な殺人犯がいるかいないか的な怖さでしょ、あれって。そうなのよ。ホラーって言ってもね。そうですよね、うん。その感覚に近いですよね。だから、そっちっていう感じで見てて、うん、で、まあ話のストーリーからすると、ああ、そうなんだ、こうなんだっていう、こうね、共感も持ちながらなんだけど、うん、最後のオチが、おい、そっちかよっていうね。そうですね。消化不良満載でね。うん、はい。まあ、興味ある方はぜひ見てみてください。うん、まだ見てない方ね。ね。さあ、間挟みながら今日飲んでるもの、それ何か教えていただけますか？これね、コメダコーヒーっていう、うん、コメダの、あれですね、うん。そうそうそう。コーヒー、売ってるやつ。うん、売ってるやつ。はい。あれ、コメダコーヒーなのに、それ量少ないですよね。少ない、ね、少ないかな。ファミマで売ってるからでしょうね。あ、そうかもしれない。ファミマでしょ？違います？ファミマ、あ、これね、スーパー。スーパー？うん。スーパー行ったらあったから。コメダはね、なんか、出てくるもの、うん、出てくるもの、量が多いっていうのが噂ですよね。うん、食べきれない。うん、ね、そういうふうな話よくありますけどもね、うん。そう、食べきれないのよ。大変なのよ、ここも。はい、じゃあ次行きましょうかね。これ行きましょうか、うん。乳製品アレルギーはどのくらいの範囲のことを言いますか？乳製品アレルギー？乳製品ってだいたい牛乳アレルギーとか、ヨーグルト、チーズとか、バターはあんま聞かないかな。牛乳が使われてる製品じゃないかな。違うのかな。そうだよね。牛乳だよね。だいたいは。乳製品ですからね。うん。はい。まあ、これ、田代さんにぶつけてみてよかった感じなのかな。私、乳製品は今のところ大丈夫だから、うん。うん。牛乳飲んでも大丈夫。ただお腹壊すぐらいで。はい。じゃあ次も行きましょうか。はい。うん。
最近事故物件の YouTube がありますが、どう思いますか。なんだろう、事故物件の YouTube。事故物件のいろんなのもあるけど、うん、どう思いますかって言われても、自分たち言ってるわけじゃないんでね。わかんないよね。まあ、基本的に立原さんがそういう動画を YouTube で見るかどうかも、あれですよね。あ、見ません。まあ、全くね。うん、ほぼ見ない。なんだろう。YouTube でも、いろんなこういう、こう、出てくるじゃない、画面が。うん、はいはい。で、事故物件で定点カメラ置いてみたとか、うん、事故物件どうなこうなっていうタイトルはこう見るんだけど、うん、私が見てるのはクラフトバンドか、あとは、趣味動画がほとんどなので、編み物とかね。うん。うん。だから、あんまりそれ系はね、見ないんだわね。はい。うん、あまり見ないそうですよ。結構昔から言ってますよね。うんうん、心霊系の DVD もわざわざ借りて見ないんですよね。うん。映画とかはあったら見るけどぐらいでしたよね、確かね。そうそうそう、ホラー系はね。うん。うん、はい、じゃあ先入観が嫌なのよ。うん、ああ、なるほどね。いろんなのを見て、いろんな人の情報を自分の中で見ちゃうと、うん、自分が今度関わった時に、どうしても先入観が入ってくるので、うんうんうん、そういうのは普段は遠ざけてて、竹細工見たり、いろんな趣味動画に見るけど、それはあんまり見ないようにするっていうところかな。映画は全然映画の世界だからね。うん。まあちょっと、立原さんに対してチクリしていいですか？うん。まあ先入観があるからあんまり見ないようにするって言いながらですよ。私もそういう先入観を与えたくないからっていうので、道中期は、行くまではそこで何があったかは話さないものの、うん。立原さんはその行く前の道中で何かを感じ取ってること多いですよね。全部喋っちゃうっていうね。多いですよね。あれはダメだね。ね、もう、行く前からね、何がいるか分かってる的なことがたまにあるんですよね。うん、ある。ありますよね。ある。それはしょうがない、ね。分かっちゃうっていうね。うん。何にも伝えてないんですよ。ただ行く前、付近に差し掛かった段階で、もう答えが分かったみたいな感覚の時が稀にあるんですよね。うん。そうなんですよ。いろいろですよ。ここら辺もね。まあ、しょうがないね。はい。じゃあ次も行きましょう。地震が頻繁ですが、近々大きな天災とか来ますかっていう質問ありますね。これはね、うん、学者さんも来るだろうって言ってるので、うん、いつ来てもおかしくないから、常日頃からね、ガソリンは満タンにしておきなさい。うん、水、それから乾電池とかは、こう常にね、入れ替えながら、あと非常食も今までは3日間って言ってたんだけど、うん、1週間分ぐらいは置いときなさいって、そういうのがちょくちょく聞こえるようになったので、うん、地震だけじゃないよ、やっぱり。そうですね、雨、うん。うん。水害。まあ、火事はどうだろうな。日本はそんな、山火事で、こう、どうなるっていうのはあんま考えにくいけど、これから雨のシーズンだし、雪のシーズンだし、自然災害にはどうしてもね、対抗できないので、自分たちは何も起こらない。自分たちの周りは街中だから大丈夫。多分そうじゃないと思うので、この間ほら水道管が切れてね、水が出なくなったとかっていうこともあるわけだから。ああ、地震でね。そう。あれすごいでしょ？夜、破裂したとか、まあ11時、12時ぐらいかな、いろんなところの23区、各地の、情報がツイッターとかでも出てたり、動画でね、上がってたりとかしてた中で、翌朝6時にはもう完璧治ってるんですよ、23箇所、うん。すごいっすよね、うん、あれね。すごいよね。あれ民営化したら、ああはなるかならないかってなると、怖い話っすよね、民営化の話もね。ならないと思うよ。絶対ならないと思う。ね。だから民営化なんかされた日にはとんでもないことなんだけど。なりそうですね。でも、いつ何時そういう目に遭うかっていうのはわかんないのよ。だから、最低限度お水はこれだけは置いておこうとかね。
水を使わなくても料理ができるようにしておこうとか、あとは、ガスは都市ガスの人たちなんか途中で止まっちゃったりもする可能性もあるので、本当災害はね、地震だけじゃないね。ですね。気をつけよう。はい。じゃあ、あ、そうだ。まあ、地震の話出たので、ちらっと言っておくと、うん、またネットの噂的なものでね、うん、今月23日に地震が起きるっていう噂もあるみたいですよ。うん。うん、はい。なんか、名古屋方面かな、愛知とかあっちの方で地震が起きるというふうなね、噂があるみたいです。うん、一応お伝えしておきましょう。はい。ですよね。じゃあ次も行きましょうか。これ行こうかな。魚の霊は釣りしていると針に食いついてきますか？魚の霊は食いついてきた話って聞いたことないね。魚の霊いるんですか？いるかな、どうだろう。牛の霊はいます？お、牛の霊います？牛？牛。牛ってもうもうなく牛？そう、もちろん牛。タヌキがいるんだから多分いると思うよ。あ、いるんですね。魚もじゃあいるんですか？魚はね、人間に対する意識って多分ほぼないので、あ、そういうところから考えると、飼ってるものは別としても、海釣りでそういうのがあるかってほぼないんじゃない？まあそうですよね。魚とかあると、まあ飼ってる飼ってないとかもありますけど、熱帯魚の霊が死んでからもずっと出続けるんだよってなると怖いですね。でも次買わなくて済むじゃん。買わなくて済む、それだと、うん、なるほどね。餌もあげなくていいしね。うん、超便利かなって。はい、うん、まあそんな感じみたいですよ。はい、じゃあ次行きましょうかね。立原さんの竜神の雲が本当竜なのですが、たまたま見つけたのでしょうか。これなんかアップロードされてるんですか？Facebook なんかで、うん、私、竜神の雲を見ると、必ずこうアップするのね、うん。はい。竜神だけじゃなくて、魔女が飛んでいるようなのとか、女の子がダンス踊ってるとか、うん、空はね、素晴らしいキャンパスだよね。雲がいろんな形を見せてくれて、それをアップしてるんで、で、その中に竜の顔とかね、そういうのが見えた時アップしてるんで、多分、まあ、こういう世界にいる人は、そういうのを見たときに、竜神雲だよって言って出してるっていう。うん。うん。はい。果たしてそれが竜なのかどうかっていうのは、こっち置いといて。そういう感じみたいですよ。うん。じゃあ次も行きましょうかね。道中記そろそろ見たいです。始まりいつ頃でしょうかっていうのを聞いてますね。確かにね。行きたいのは山々ですよね。うん。まあ、ただ、一つ考えていただきたいのは、まあ、私はまだ、ね、若干、こう、初老に入ったばかりですけど、うん。立原さんはもう還暦を迎えていらっしゃるってところもあるので、うん、その、じゃあ、いざ新型コロナかかって、どっちがやばくなるかってなると、やっぱり私よりも立原さんの方がやばいわけですよね。うん、一応、ワクチン打ってるので、うん、重症化はしないと思うけど、うん。かかる可能性はあるっていうところでね。ですよね。ってなると、うん、まあ、なかなか責任もこちらもちょっと持てないってところもちょっと若干ありますし、うん、っていうところがあるので、まあ難しいですよね。もうちょっとだね。うん、先ですね。うん。来年あたりでもさ、うん、落ち着いたらさ、もう3回目ワクチン打ったら OK かなみたいな節もあるし、飲み薬もできるしっていうところでは。まあ飲み薬できるとね、うん。だいぶ違うよね。だいぶその、なんて言うんですかね。一般的な病気の部類になってきたなっていうふうになると、うん、またその、世界的なその、日本の中でもそうでしょうけど、うん、動きがね、うん、きっと変わると思うんですよね。その、まあ、マスクがしなくていいような、今までのような感じになれば、また話は変わりますけどね。うん、だってインフルエンザだってそうじゃん？インフルエンザだって毎年流行してるし、うん、でもワクチン打ちますか予防接種しますかって言うと、あれ任意でしょ、はい、流行しますよって言ってもかからない時と、
そんなに流行してないよねっていう時にかかったりとかも、こればっかりは分かんないよね。まあそうですよね、うん、でもそういうレベルになるよきっと、うんうん、まあもうこちらはあの大半あのこの 1,2 年ぐらいでね、1年ちょいぐらいでいろいろロケ班行きまくってるので、うん、田寺さんはおそらくあそこ行きたいっていう場所はあると思うんですよ、うん、行きたくないっていう場所も絶対あるでしょうけども、うん、っていうところからまあ始めるんだったらまあそういうところから始めますよね。はい、よろしいですかね。じゃあ次行きましょう。これ前回質問くれた人かな、タロットの相性で1回目で愚者が出ちゃったものです。2回目リベンジ購入しました。別の買ったのかな、今度は鳳凰です。これは大丈夫ということで理解して大丈夫でしょうかって質問来てますね。大丈夫ですよ。私が導きましょうっていうふうに答えてくれたんで。ああ、なるほどね。まあそんな雰囲気ですね。はい。大丈夫ですってことみたいですよ。もうこれ、まあわざわざ聞かなくても自分で分かってたんじゃないかっていうのもありますけどもね。はい。じゃあ次行きましょうか。お水の備蓄はされてますか？してますよ、そりゃ、うん、備蓄したの忘れて次に買って、備蓄したやつがもう期限切れてるんで、うん、期限切れたやつはトイレに流したりとかね、うん、何か洗うときに使えるので、まあ順番に使ってよって言うんだけど、そうですね、順番に飲んだ方がいいでしょうね。そうね、だから結構順繰り使っていくように置いてある。はい、うん、ただね、こっちの地域は湧き水が結構多いのよ。うんうん。だから、そういう時は、湧き水のあるところに行って、もう汲んでくるので、そこまで、こう、何十本もストックしなくても大丈夫だから、うん。でも、そうね、一箱、二箱ぐらいは必ず置いてある。はい。そんな感じみたいですよ。うん、じゃあ次行きましょうかね。地震の翌日、太陽のハロ現象が起きてました。見ましたか？外出ないかわかんないけど、はい、ハロ現象って確か雨が降る前に出るんじゃなかったっけ？あ、そうなんですか？うん。私あんまりこういうの詳しくないですけど、そうなんですかね。うん、雨が降る前ってそういう現象が多いっていうのは聞いたことあるけど、一回見た時に、あ、綺麗だなと思ったら、これ雨降る前だよねって、誰か言ってた気がする。うん。はい。そんな感じみたいですよ。うん、じゃあ次も行きましょう。龍神様の話が出ましたが、立原様、龍神様との関わりの中で印象に残っているエピソードなどはありますか？龍神と関わる中でのエピソードは、ここに越してきた翌朝に龍の腹を見たので、ここは縁起がいいかな。って感じたのが一個あるかな。うん。うん。はい。そんな感じみたいですよ。うん、あ、すごいな。今日はこれでもう一通りの質問終わった？これいこうかな。当たっていると話題の予知夢を漫画にしたコミック本。また今後のことが予知されていますが、立原さんは2025年の日本に何かお感じになられますか？なんか再販したんだよね。あれ25万ぐらいするんじゃなかったっけ、あの本最初のやつって。いや、あのだからっていうのでなんか再販したみたいですよ。あ、そうなんだ。今月頭ぐらいに再販して、うん、なんかなんだろう、その作家さんの他の、うん、読み切りかなんかわかんないけど、いろんな作品を含めて、うん、1200円ぐらいで売ってますよ。あ、そうなんだ。うん、なんか完全版とか書かれてたけど、うん、私も興味持ってね、Amazon で調べたんですよ。うん、で、まあやっぱりね、うん、レビューいろいろ書かれてますよね、うん。予言のことばっかりが書かれてる本だと思って買ったら、うん、違うじゃねえかっていうふうに言ってる。その漫画家さんがね、その昔見たものがたまたま表紙になって話題になったからといって、それを期待して買ったら違った、うん、
騙された感が強いみたいなね。そんなひどい。ひどいですよね。ひどいよ、それは。漫画家さんなんだから漫画を読んであげなさいよって話なんですけど、目的が違うっていうね、現象がちょっと散見されますね。なんか、レビュー本、デビューではね。ね、なんかね、20万とか10何万とか、なんか結構、2桁万円してたっていうね。25万って書いてあったよ。見ましたけどね。そんな高いのって感じでね。その本の中に2025年の夏かなんかのことが書かれてるっていうのはちらっと見たんですけど、私はまだ購入してないんではあれなんですけど、田代さんなんか2025年というこのワードでなんか、ん?って思うところはなんかあります？予言じゃないんだけど、葬儀屋さんの時に、葬儀業界の中で2025年問題っていうのがあって、老人大国日本って言われてるじゃない。ピークが25年になるので、その後がすごい人口が一気に減るだろうっていう話で。で、そのバランスが崩れていくので、葬儀業界っていうのも、最盛期を迎えるのが2025年になるので、まあ、そのお葬儀のあり方は今後どうしたらいかんべかっていう会議をやったことがあるっていう印象があるぐらいで。で、じゃあ、天災があるのか何があるのかっていうところまでは、そうね、2025年より来年再来年が一番危ないんじゃないのっていう話がちょっとちらほらね。あるようなないようなっていうところかな。はい、そんな感じみたいですよ。よろしいですか？ねえ。はい、じゃあ次行きましょうかね。どれ行こうかな。過去の質問から行きましょうかね。どれにしようかな。元号やその元号の時代ならではのパワーみたいなものってあるのでしょうか。それ前読んだよね。あれ、これ読みましたっけ。読んだよ。あれ、これ読んだか。ごめんなさい。じゃあ次行きますね。読んだか、これ。お仏壇に温かいお茶をお供えしているのですが、何茶が良いとかありますか。何でもいいよ。日本茶でもいいし。はい。そういう感じみたいですよ。これ行こうかな。私は東日本大震災の時30秒、これは霊感ですか、たまたまですか。私に聞かれても分かんない。まあ、立原さんが思う霊感なのか、まあ、超能力か分かんないですけど、そういう能力は立原さんにはないんですよね。私が持ってるのは、多分、リアル体験で予知夢を見て、予知夢をリアル体験して、今は書いてるからいいんだけど、東日本の時ね。はい。あの時、実は、お正月にね、いつも行くパワースポット、鳥居のある、なんだっけ、大洗のね、パワースポットと呼ばれる、あそこに行って、神様が乗る岩っていうのがあるのよ。で、そこに人が立っちゃいけないよって言われてるのに、やっぱお正月だから、みんなこう、浮かれてその岩に立ってるのね。多分前にも話をしたと思うんだけど、で、見てて、あれ絶対神様怒るよねって笑ってたのよ。そしたら、高波でドーンって一回だけ。で、人を飲み込んだのよ。ザーって感じでね。まあもちろん怒ったわけじゃないよ。びっちょりになって、三人が三人ともずぶ濡れになったのを見たときに、私笑ってたのよ。なんかこう、衝撃映像その一みたいな感じでね。やっぱりやられた、みたいな。で、あそこって神様の啓示を受けられる場所だから、その笑っていた自分に対してないところで、足元すくわれて転んだのね。で、結構な怪我をして帰ってきたんだけれども、その時の、その、衝撃的な、その自分の体験したことが、まさか、
実際に高波が来て人が飲まれるとは誰も想像しなかったじゃない？うん。うん。でも、その後も、やっぱり、夢を見たのかな。みんなが逃げ惑うっていう。で、自分の家の周りも、こう、水が来てね、ガラス窓がドーンと割れて自分が飲み込まれる姿を見たときに、書いたのよ。天才はね、忘れた頃にやってくるよって。で、その後に、2月かな、2月のちょうど1ヶ月ぐらい前だと思うんだけど、回転するような地震が起こって、なんか気持ち悪いよね。で、その後に、もう一回地震があったのかな。やたら起こるよね。で、その後に午前中、当日の午前中、お昼。で、いよいよ2時過ぎに本格的にあの震災が起こったっていう経緯があるので、予知夢、うん、多分これね、特別な人じゃなく、全人類、今日本に住む人、関東に住んでる人、関東以外の人でも、たくさんの人がね、見てたかもしれないね、そういう予知夢をね。うん、なるほどね、うん。まあただでもこの人が聞きたいのは、うん、まあこういう経験したんですけど霊感ですかっていうのが聞きたいんですけど、まあどうですかね。霊感っていうのであれば、うん、もしかすると霊感かもしれないし、でも地震が起こる前ってわかるからみんなが持ってる予知能力、超能力。かもしれないです。まあそうですね。話聞いてる限りでは予知能力っていう風なね、うん、感じの方が近いかもしれませんよね。うん、近いと思う。ただでも30秒前に分かってても何もできないですよね。まあね。ねえ、うん。うん。でも耳鳴りしたりさ、キーンって音したりするじゃない。うんうん、はい。うん、あ、地震かもしれないとかね。うん。だからそれだと超能力系の方だよね。そうですね。うん、まあ、これ、世界的なね、感覚と、日本、うん、なんていうんですかね、日本特有な考え方って、ちょっといろいろ、海外で全部を一括りにサイキックとか言ったりするでしょ？する。本当はね、日本も同じなんだよ。一括りなんだけど、うん、なんかメディアが霊能者、超能力者って分けたからみんな、ね、うん。日本はそういうのがあって分かれてるじゃないですか、細かく。うん、霊に関係することだけ霊能力とか、うん、なんだろう、予知する人は予知能力とか、うん、でスプーン曲げたりする人は超能力とかね、うん、なんかいろいろ分かれてるので難しいかもしれないですけどね。まあでもなんか特殊な能力かもしれないねってことでいいですかね、うん、まあいいんじゃないかな。はい、うん、じゃあ関連系の質問こっちもいきますよ。もしも人、普通の人には見えないものが見えることや何か感じ取れる力があった場合、その気になることを他人へ一言アドバイスなどするのは基本しない方が良いのでしょうか？自分で考えてみてください。私が答えることではないね。でもあれですよ、立原さんはいつも常々言ってるのは、うん、霊が見えるからって言ってあなたに霊がついてるよっていう人に対してはなんでそういうこと言うのかね、うん、何もできないんだったらねっていうふうにおっしゃってますよね、うんうん、そう。でもこの場合はどうなんですかね、だから自分で考えてみてください、うん、はい、いろいろ考えてみてくださいね。そういうね思いもありますよ、いろいろね、うんうん、難しいですよねこの辺もね、難しいんだよ、うん、よかれって思う人は言うだろうし、うん、慎重派は見てても言わないし、はい、うん、自分の力誇示したいですっていう人は考えなしに言うだろうし、うん、でもそれが悪いのかいいのかっていうジャッジにはならないので、この人その人の考え方次第なんでね、誰事ではない。ただ自分の主義としてはできないことはやるんじゃない、いいんじゃないっていうのがルールだよっていうふうに決めてるからそう言ってるだけでね。うん。あれかな、はい、そんな感じみたいですよ。うん。じゃあ次行きましょうかね。これも体験談だけど、体験談だと立原さんわからないってことが結構多いんだよな。
リビングで寝るとき、いつも夜中に息苦しさで目が覚めるのですが、頭が霧がかったようになり、体が動かず胸を揉まれるような感覚があります。これは霊なのか欲求不満なだけなのかよくわかりません。ビデオで撮っときなよ。そのようなことあるのでしょうか。ビデオで撮っときなよ。はい、これから常時撮ってください。録画してくださいね、これね。うん、まあ、でも、でもこれ、ビデオっていうふうにいつも立原さんおっしゃるわけですけど、ビデオ撮ったんですけど、立原さん見てくださいって言ったら、立原さん見ます？いや、みんなで見ようよ。え、みんなで見ようってのはどういうことですか？ここで見るってことですか？そうそうそう。うちではでもこれ、うちではこういうの募集してないんですけどね。あ、そうか。うちでね、皆さんが体験する姿を募集しますっていうのをやってたらあれですけど、ただほら夜とかだし、下手したら6時間8時間ずっと見なきゃいけなくなりますよね。そんなの見てられないよ。早送りしてもよ、4時間とかかかりますよ。なかなか難しいですよね。まあね、自分で検証してみなよって話よ。なるほどね。その姿を、ね、私よくね置いとくのよ、あのビデオカメラをね。何かっていう時には、もうすぐスイッチ入れて、ガッて撮るんだけど、はい。あらかた何も映ってないね。ああ、なるほどね。部屋暗すぎちゃってね。ああ、暗いからってことですね。そうそうそう。まあ、何ですかね。基本的には、わからないでいいですか？まあ、わかんないよ。体験してないし、見てないしってことで。見てないしね。どういう状況なのかって。でも、いつもそうなんですっていうことは、いつもの範囲もわかんないし、じゃあそこで寝なきゃいいじゃんって話だしね。よろしいですか？ね、はい。まあ、わかるかな？これ分かってもらえるかな？はい。じゃあ次行きましょうかね。どれ行こうかな？一通り読んだかな？質問です。立原さんは数秘術をどう思いますか？数秘術は一つの学問だから、統計学のね。結構、私数字はこだわったりするんで、それだけだよ。はい。まあ、この方ね、現在33歳らしいんですけど、33っていう数字だけで、宇宙人とか大変人とか言われるらしいんですよね。それがね、どうもね、気になってるっぽいですね。ああ。地球人はみんな宇宙人でんだからね。そうだよ。そういうこと。はい。いいですか？いいかな？はい。というわけで、まだもうちょっとあるな。もうちょっとありますね。行きましょうかね。現在の映像と音声がずれますか、邪魔されてますかって質問来てますね。これ、どれぐらいずれてるの？なんかコメントでは結構なんかそういうのもあったりしながら、いや、なんともないよって人もいるので、まあなんともないって人がいるってことはあれなのかなって思うんですけど、どうでしょうかね。どうなんでしょう。今、私の画面は止まった状態でプルプルしてる。そんな感じ？どうなんだろう。くる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 。あれ、くるくるしているって書いてるね。変な話しました？今日。ああ、まあ、災害の話のあたりからちょっとぐるぐるし始まったかなっていうのはあるけど。リピートしているとか書いてますね。なんでしょう。なんですかね。ねえ。どれぐらいで戻ったのかな？戻ってないのかな？戻ってます？戻ってないですか？戻ってないかな？戻った？多分、立原さんと私が喋れてるので、うちの問題じゃない気がするんだよな。ねえ。うちの問題だと、立原さんとの切断が可能性として考えられるのでね。なんだろう。はい。まあいいかな？大丈夫かな？どうなんだろう、こういう時って難しい。
録画してるものも、まあアーカイブとかもずれてる時があれば、また、やっぱり YouTube の問題だなとは思うんですけどもね。うん。はい。いいかな。うん。多分 YouTube かな。まあいろいろちょっと不具合とかあるみたいですけれども、うん、今日はこの辺で終了にさせていただこうかなと思います。はい。はい、今日スーパーチャット入れてくださった方々ご紹介したいと思います。ケルケロマリコさん、吉田マーミさん、タッコばあちゃん、以上の方々のスーパーチャット支援で放送をお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。この後、22時からは、チャンネルメンバーシップミドルクラス以上の方々を対象に、後編の方を行いますので、会場の方に移動してください。そして23時半からは、新作の遠隔レジですね。城ヶ島公園。行ってきた模様を立原さんに見ていただきましたので、こちらの方も楽しみに見てみてください。はい、ということで次回は20日ですね。はい、また来週お会いしたいなと思います。それではまた来週、さよなら。さよなら。